花尾由郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、加納義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。皆様お元気でしょうかということでですね、もう春もね近まりる感じのね、季節になりました。昨日一昨日ぐらいはね嵐でね大変でしたけどもですね、そろそろ暖かくなるんじゃないかという、ことですけども、おなじみ高橋真琴さんはですね、今日ちょっと今入院中で今日ベッドの上でね聞いていただいていると思います。急性虫垂炎、盲腸ですね。盲腸っていう ね、 ね、僕もねまだ全然あるんですよ。あってもいいんじゃないですかね。松下俊美さんこんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いします。ということでね、あってもいいんですじゃないですかねってそっけない、なんかまあ、60過ぎてちょっと盲腸っていうのもね、なかなか。年齢関係ないんですか？あ、年齢関係ない。あ、盲腸は。今日ね、それでね、真琴さんがちょっと神戸にライブに行くっていうことでね、それ当初ね、で、おなじみのですね、鬼殺しブルースバンド、エディ・バーンさんとか、和田静さんのベイサイドブルースバンドの、天才ハーモニカ吹き。司さん、鈴木司さん、こんにちは。こんにちは。どうも。もう腸がない。もう腸がない。親父が。それでね、今日ね、いきなりですね、本当にね、アミタメのタメさんもね、来てもらいました。どうも。こんにちは。高橋真琴代理です。超豪華になっちゃった。ね、超豪華になっちゃった。僕びっくりしましたよ。今朝ちょっとね、メールが来ましてですね、急遽駆けつけていただきましたけども、本当にね、これが友情っていうね、温かい友情に囲まれて僕は幸せです。ね、そういうことでね、今日は楽しくね、番組を続けていきたいと思いますが、高橋真琴さんもね、一日も早くね、元気になっていただきたいと思いますけどもですね、もうちょい松下さんはあれですか？私はね、散らしました。散らしたっていうのか。散らすって言いますね。手術をしなさいっていうところまで行ったんだけど、その時巡業の旅が詰まってて、手術なんかできませんって言って。そうなんだ。そう。でも緊急手術が必要だって言われたんだけど、そうしたらね、なんかベッドが空いてないとかね、手術室の前でなんかこう、看護婦さんと先生が言い合いになっちゃって聞いてないとか、嫌だ、手術だとか言って、その間に私怖くなって、いそいそと隠れるのに帰ってきたのね。そうなんだ。ずっと帰ってきたの。それでも、次の日また行ったら、担当の先生が違って、この程度なら散らして大丈夫よって言われて、そういうのもあるの？だから先生によってね、切りたがる人とさ、こんなの大丈夫よ、薬でなんとかなるって、よかった。だから本能で動いて正解だった。タメちゃんとかはどうなの？盲腸なったことないですね。僕もないんだよね。盲腸ってとこまで行ったから。またたしなみがすごい親父じゃん。来ましたけどマシだと思うんだけどね。さっきねちょっと無理があった。塚田君はどうですかね？僕もね、盲腸は切ってないんですよ。ああ、そうです。ただね、中学校の時にちょっと悪さして、ちょっと入院したことがあったんですけど、その時に相部屋だった、おじいちゃんなんですけど、やっぱ昔の人ってほら、痛みを我慢しちゃうじゃないですか。盲腸をね、ずっと我慢してて、なんか偉いことになっちゃったって話を聞いたことあるんですよね。なるほどね。そう、我慢よくない。そうなんだね。でも我慢できないぐらい痛いんでしょ、あれ。そう。すごい痛い。あのね、ビーンって響くの。私も知らないから3日3晩温めたの。先輩がね、お腹痛いって風邪じゃないって言って、温まった方がいいよって言うから、ずっと温めちゃいけないんだよね。だから可能しちゃって。僕ね、痛かったのって、電話。ちょっと待って、この電話かけないで。まこちゃんじゃない？これまこちゃんだな。ちょっと電話出てみよう。電話。もしもし。取れないの？音。多いよ。高橋真琴さんから今電話入ってますけど。どうも。元気？取れないね。マイクつけて。あ、本当に。これちょっと音に入れたいけどできないんだね。それをさ、オフ、音が出るようにしてるの。スピーカーみたいに。スピーカーに。みんなどうやるの？あ、聞こえた？聞こえますか？
まこちゃん元気そう。いや元気なんとか元気っていうわけないんだよ。元気ちゃうけど。本当はね今日でも退院できるんだけど。うん。明日になった。あ、明日も退院するの。早っ。じゃあ赤坂大丈夫なのライブ。なんかね看護師さんがね、うん、あの最速ですって言われた。最速。そうだよ。最速やっぱりね違うよね。スーパーマン健康だからもう傷口くっついたの。いやー電話で来ましたけどもびっくりしましたけど、ね、いやいやギターは持ってない。いやいや、あの頑張ります。あのくれぐれもね一日も早くね元気になってまたあの暴れましょう。よろしくお願いします。はいはい、はい、聞こえてます。ありがとうございます。すごいね。すごい。ありがとう。あ、まだ喋ってたよ。ごめん。切っちゃったよ。本当にね、これ生放送のいいとこですよね。なんかね、こうやって、ちょっとびっくりしましたけど。ちょっと失礼しちゃったな。そう。面白い。いや、早いんだね、盲腸でもね。早い。3日でしょ？そうだね。傷そんなにくっつくの早いのかな？どうなんだろう。やっぱりそのスーパーマンだからね。そうだね。さすが誠さん、最速です。今ねそんな大きく切らないもんね。切らないんだね。あ、そうなんだ、うん、ちっちゃい。あのもう医学も進歩してね、あのいろんな、いや本当そう、あのがんの手術でも僕の父親の時はもうひどかったんだから、背中を両方たすき状に切ってね、それでアバラ外して肺の手術したぐらいだから、今はほら管でねできるんだけどね、ということでね話ばかりになっちゃうんで、ちょっとあの歌いましょうか。ちょっと春らしくいきましょうか。オンニュアサイドいきますか。
shine。はい、金丸四郎オンニューサイドという歌を歌って、しまいましたということはないね、ということで、ね、お届けしましたが、これはもう僕のね自分の娘に対して歌った歌なんですけども、今日はやっぱ高橋誠さんのためにね、はい、オンニューサイドいつもそばにいるっていうちょっと気持ちが悪い男として気持ちが悪い、ということでね、今日はあの鈴木司さんですけども どうでしょう最近のちょっとね あれだけどもあんまり心配されてる方がいらっしゃる、まあ、司のね、桜井さんがちょっと今怪我をねしてしまって、ね、まあ、一日も早くね、治られることをね、希望しますが、しばらくライブはあれですかね。そうですね、4月いっぱいちょっと桜田お休みって形で、うん、あ、そうですか。でその間タメが、うん、タメちゃん手伝ってくれる、ね、この友情っていうのは ね、今日ね、2人揃われるっていうことは、まあ編みためのタメちゃんとその司の司さんっていうことでね、ということになりますが、もともとは鬼殺しブルースバンドの2人ともボーカルだからね。そうですね、まあ、ボーカルギターハープっていう感じとか、ボーカリストがこの3人もね、もう歌いにくくてしょうがないね。4人ですか。あ、いや、そっか、4人失礼しました。いや、私はメール係です。何がメール係です。書務課というね、そうそう、だからね、その友情はすごいですよね、2人の ねもう25年ですか ね、バンドで25年だもんね。だからその前から付き合ってるから、うん、もう26、7年になる。そうだね、ね、もともとのそのつながりっていうのは どこで出会ったんですか、そのお二人は。話せば長くなります。長い、2時間30分ぐらいかかる。じゃあまあそれを2分ぐらいまで行っちゃう。2分ぐらいでまあいろいろ、うん、まあね、S 川という S 川ひろしというちょっと僕らの兄貴、まあ、ボーカリストなんですけど、その人の出会いが、僕がのその人との出会いがきっかけですよね、もともと。その方はボーカルの方ですか。もうそうです、そうです。インチキギタリストの僕は大阪でずっと一緒にバンドやってたやつです。あ、そうなんだ。一緒に東京出てきて、それで司君と出会って、そうで、おい、ため司いうやつがブルースやりたいって言ってんねんけど、やったらええよ、やってみようかって言って、で会って、あ、そうなんだ、ね、そうです。最初僕もあの時は26、7歳かな、ちょっとブルースハープを始めてちょっとこう壁にぶち当たった頃に、ちょうど新宿にあるウッドミュージックスクールっていうのがあって、それをピラピラ見てたらブルースハープっていう教室があったんで、そうなんだ、これはちょっと行くしかないと思って新宿まで行ったことがあったんですよ。そこでインチキ教師が出てきまして、それが S ガンという男。何そのインチキ教師って。でもう君に教えることはないって言われて、一回でもう辞めた代わりに逆に、その何ですか、プライベートで付き合うようになって、あ、そういう出会いがあるんだ。いい先生ですね。そうですね。だって教えることがないっていうのは正直本当にそうだもんね。なるほどね。で違う師匠の時言いましたけどね。そう師匠といえばその瀬野隆二郎という、あ、瀬野さん、はいはいはい、亡くなってしまいましたね。そうみたいね。だから今度4月の3日に式がありますんで、下北ね、タウンホール。そうなんですか、瀬野さんも本当ね残念で、いろんなタメちゃんとかもね、一緒にやってたんですけどね、定期的にね、元気だったのに残念でしたね、本当に。だから最近なんかいろんな方がね、ちょっと病気になったりとか、周り多いね、亡くなりになったりとかっていうことが多いよね。俺たちはやっぱ年食ったちょこともあるし、あるけど、まあ他の原因もあると思いますよ、特にがん関係とかはね、そういうのが多いからね、やっぱり今をちょっと大事にいきたいなと思いますよね。そうですね、今日がね、なんかあんま真面目になると言っちゃうみたいですね、なんかね。そうだからいい加減ろくでなしが残るよね。いい人ばっかりだもん、酒に行っちゃう人って。そうだよ、向こうに召されるの。
あ、ね、うん、完璧に有名なスティービー・レイ・ボーンもコカインをやめた すぐ後に死んでしまった、ねえ、なんかね、やめなきゃよかった、そう、まあ、あれはヘリコプターの事故ですけど、まあまあ、ねえ、そうなんだ、だから結構そういう方がね多くてすごい残念ですけどもですね、ということでね、今日はなんかお二人どちらかもう打ち合わせしてないけどなんか やりましょうよ。じゃあ塚さん一曲、かるもうここよく来てるんで、うんうん、もう歌う曲ができるだけダブんないように、いやいや全然大丈夫ですよ、うん、じゃあ、それこそタメと、うん、鬼殺しというバンドを始めた当時から歌ってた曲で、うん、ほうほう、ブルース・イザ・フィーリングという、ブルース・イザ・フィーリング、ちょっと日本語を混ぜてね、あ、やってみたいと、なるほどね、あ、フィーリングいいですね、キー G です、G でもいいよ、タメちゃんさ、これコーラス入るんじゃないの、これないね、これないです、あ、ほんと、時々うめき声出るぐらい、あ、じゃあうめき声いきますか、うん、はい、じゃあ俺から入るです、はいよ、
イエーイ。このね、あの春の日差しを浴びながらそのブルースを昼間からやるっていうね、あのこの音楽魂でございますかもしれない、素晴らしいですよ、やっぱりね、あの2人の息がね、ブルースな気分でね、ブルースがフィーリングね、いいですけどもですね、タメさんはあれですかね、はい、まあこの2人のライブっていうのは、あれでしょ、まあ、桜田さんがちょっと今ね、あの病気っていう、あの怪我で、あの近場っていうのなんかありますかね、ライブ。あ、もう早速ですね、うん、早速ありますよ、11日、うん、ジョンジョン、石崎町のね、ホットドッグさん、そうなの、ジョンジョン、はいはいはい、あ、どうもどうも、あ、お客さんは急になんか急に訪ねてくるんだこのスタジオ、誰でも遊びに来たらいいと思う、大間違いだぞお前みたいな、あ、大ちゃん遊びに来たのね、ありがとうありがとう、すいませんね、どうも、ね、うん、11日日曜日ね、ジョンジョン、あ、それ11日、ジョンジョンね、はい、あの安藤さんのね、うん、それとあとタメと一緒なのか、その後、うん、これがまた珍しいんですよね、どこどこと昭和歌謡、え、ありましてですね、うん、そこに、あら、そうだったかしら、僕とタメが、失礼しますね、昭和歌謡賞っていう、東海市場、あ、東海市場、の、の2000っていうところ、ライブカフェ2000っていうところで、ライブカフェ2000、亜美と恵子の昭和歌謡賞っていうのがあるんですけど、うんうん、そこにちょっとゲストでお呼ばれしましてですね、うん、2人とも三松亜美さんとね、三松亜美と加藤恵子ちゃんですね、それで、あ、それは昭和歌謡になるの、そうなんです、2人が歌謡曲を、いや、いやでもさ、ブルースでいいって言ってたんだけどな亜美ちゃん言ってたもん、司くんがね、もう歌謡曲って言ったらめちゃくちゃうまいらしいんだよね、演歌歌わせたら右に出るものは特にムード歌謡ね、ムード歌謡みたいな、例えばどういうの、あのね、あんまり知られてないんですけど、うん、僕大好きなムード歌謡が一つ、あの大好き曲があるんですけど、あの杉田二郎さん、はいはい、あのね、再会って曲があるんですよ、杉田二郎さんって、あの、フォークシンガーの戦争を知らない、戦争を知らない子供たちの杉田さんはね、再会という曲がある、杉田二郎さんも声がいいからね、うん、あの歌を歌うと大概落ちますね、本当落とし落としてそういう方向の曲ばっかり選んでるし、小指が立っちゃう、そうそうそう、だからやっぱりそのブルースはブルースでね、うん、ありますけども、そこでそこら辺のね、聞いてみたいね、今日はできない、今日はできない、今日はできない、あの、なんだか赤坂行く、うん、フラットどこだか行こうとかしててそれっきりなんですよ、赤坂、うん、クラなんだっけ、赤坂じゃなくて、なんかどこの宮城ですか、あ、渋谷あそこね、それみゆきさんのお店、うん、行こう、じゃあそこの、ね、奥でカラオケガンガンあるよね、カラオケ本人ご登場、本人カラオケみゆきさん登場、喜んじゃうよ、うん、ね、いやでもね、あの、すごい聞いてみたいね、うん、そういうのはいいよね、一節やってみて、いろいろできるからね、そういうムードのある曲が好きなんですよ、ね、うん、洋楽でもそうなんだけど、お願いしますって、うんうん、山田さんからも、久しぶりねお幸せですか、こんな感じ違う方からもゲスト呼ばれるかも、でもね、これね、この曲ね、中西玲さんの作詞なんですけど、作曲宇崎竜童さんなんですよね、でもね、演歌って言ってもね、うん、そういう割とフォーク系とか、うん、そういうロック系の方々が作られたものとかね、うん、ありますよね、うんうんうん、いい曲はやっぱりね、うん、すごくあるよね、結局演歌好きなんじゃないみんな、いや僕はあんまり歌えないのよ、鳥羽一郎かなんか歌ってませんでしたっけあのさそのなんかさもうもうトミーとかさ、いやだから嫌いじゃないよ、兄弟船とかああいうのも知ってるじゃんタイトル、いやね、ちょっとお酒入るとそういうのあれしますけど、そうだね、うん、だからでも本物っていうかね、川中美幸さんと一緒にこの間お店で歌わせていただいたことあったんだけど、美幸、うんうん、さんの新曲聞いたのよ目の前で、でやっぱねもう全然違うよね、うん、もうそのうまさが、あ、伸びというか、そう、なんかね、みゆきさんってあんまり口開けないんだよね、軽く歌っても声がハーって、ね、もうねスコーンと伸びるし、うん、もうなんかね歌詞がボーンと伝わってくるんですよ ね、 なるほどね、だからもう全く違うよね、俺もう帰ってもう落ち込んだもんあの日だけなんで俺やって、俺は不良中年のすすめかなんかそこでやる、あ、なるほど、でもね、
それはそれでね、いろいろあの、うん、タイプがありますからですね。まあ、歌手ってそういうもんなんでしょうね。それでね、そう思うもん。それでだって生活してるんですもんね。うん、そうだから、俺らせいでだからシンガー。まあね、なんかでもこう、そうだね、言葉が伝わるとかね、そういう意味ではね、あの すごく勉強になりますよね。例えばほら自分の作った詩じゃないのに、さも自分がそこにこう体験したようにやっぱりそういう方たちはね、美空ひばりさんにしても素晴らしいでしょ。その表現力っていうのはね、やっぱりね、今の方々にはあんまりないことありますよね。あんまり言えないけど。今あれですよね、逆に人の作った曲だからどういうこと、うん、逆に自分でなんかこう、うん、これいつ作ったのとかで、うんうんうん、あの頃ねみたいな、ああなるほどね、あったねみたいな、なんかこう本音がこう、そうそうそう、ドキュメンタリー、それはあるね、うん、僕もあるもの、なんかあの、まあね、そうあの本当にこう付き合った九州で付き合ってね、もうそれこそ一緒になろうっていう女を置いていく。あの片道切符を持ってさ東京に出てくるわけよ。それが北彦。いやそれは別に言わないけどそういう思い出が歌詞に残るわけじゃん。ああ、ね、そっかそっか。そうするとね、もうあの当時のことをね恨めしく思ってさ、うん、今またこう来て行ってんだけど、時が経ってそれを歌うとねまた新鮮なんですよ。その時は一生懸命だったけど、だからあのそういうのがまた違う表現の感じで出てくるんだよね。うん、すいません、あの、偉そうなこと言いました。ということでですね、うん、その、ライブのちょっと続きなんですけど、話腰を揉みましたけど腰は揉んだ。あとちょっと宣伝させていただきます。あ、いいですよいいですよ。明日ですね、鈴木司さん、はい、司です、はい、明日ですね、平塚のサッドカフェというところで、うん、あのジェントルドッグというバンドにちょっと、リカシャブルースバンド、あの出演しますけど、前あったあの平塚のレインっていうお店が今、はい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 、カフェっていう感じでやってますんで、うん、明日平塚行ってます、はい、それは司さんとジェントルドッグというそのバンドにバンドの中の、はい、混ざる感じ、そういうことなんだね、はいはいはい、ジェントルドッグね、それからあと3月の10日、うん、この日は司作でやるはずだったんですけど、うん、急遽まあそういうことで、うん、あの一緒に対バンをやるはずだったそのゆりちゃんというピアノ弾く、うん、ピアノの弾きがいるんですけど、ね、うんうん、まあ、その人のユニットと混ざって3人で、うん、あのやります。それは鶴見の、鶴見の、何だっけ、アーリーアメリカン、アーリーアメリカン、はいはいはい、鶴見ね、投げ銭だったか、はい、あ、やばい忘れちゃった、うん、でやりますんで、うん、よろしくお願いします。という30日にメイプルですね、うん、31日ですね。31日。これは31日は土曜日。タメと一緒に。鬼殺しと。鬼殺し。だから横浜でずっとあの、ブルースやってる女の子、うん、ビッキーっていうのがいるんですけど。ビッキーさん。ビッキーさん。ビッキーちゃん。うん。あの、アルバトキングの曲ばっかりガーって、フライングブリでガーってやってくれる。うん、その子と。あ、僕ね、会ったことあるよ。あの、その女性は。うん。あ、思い出し思い出した。一緒にやったことある。あ、ビッキーさんね。うん。で、彼女のそのバンドと、で、あと最初に、うん、鬼殺しと若い子が一人弾き語り、うん、雪それは、あの、金尾義郎ですか、若い子。会ってみたいよね、若い子のね。シャーンとか言われるんだろうな。あとなんか外人さんの、なんか、あれは、あれは来月だね。あ、うん、そっか、5月だ、5月。そういうことですね。ちょっとあとその31日の前の30日金曜日、うん、音楽魂、あおあ、それが、実はね、あの、まこさんその時に、ちょっとハワイに。その日もいないんだ。ワイさん、誠代理でいいんですか、いやいや、ま、で、その時に、だから、つかさくで、うん、あのそうそうそう、お世話になるはずだったんだけども、さくちゃんがちょっとね、うん、あの、ね、あれ、ね、ちょっと怪我したんで。さくちゃん、電話してきない、ちょっと今。いやでもね、そういうことでね、いろんな形でなんかまたご縁がね、できるっていうのは嬉しいことで、まあ、こうやってね駆けつけていただけるっていうことだけでも ね僕はもう恵まれてますよね、本当ですね、うん、ということで、なんかお便り、うん、ご紹介しましょう、はい、皆さんこんにちは、はい、
昨日の夜にはもうガが部屋に入ってきた博多ですが、早くない、北海道では瞬間最大風速が40キロととんでもない猛吹雪らしく、うんね、南北に長い日本を感じますね、うん、今日は司さんにタメさんがゲストですね、はい、お帰りなさい、桜田さんは残念ですが、司桜田の代わりに鬼殺しブルースバンドのフロントメンバーによる楽しい放送で桜田さんと誠さんに元気になってもらいたいもんですね、うん、まあ心配せんでも楽しそうばってん ね、 うね、うん、もうあのミキさんですね博多のミキさん ね、 ね、はい、と言いつつ、うん、この間桜田さんのルーツのお話を伺えたので今回はお二人のルーツの話も聞かせていただきたい気持ちもあります。前回は司作であのゲストで入っていただいた時に、うん、あ桜田さんのねうん、ルーツの話、ねうん、ああ しましたね。誰に影響を受けたかとかっていう話からね、もしよろしければ教えてくださいませ、うん、このあたりは聞いとけっていうおすすめなんかも知りたいです、うん、オイラは日曜日に最高なブルースフェスを体験してきました、うん、リーちゃんもますますパワーアップして、うん、今回はエレピだったんで弦を切らなくてよかったとさえ思いましたが、うん、やっぱりルーツミュージックは最高だなって再確認しました、はい、今日も、魂ごもった皆さんのルーツミュージックを楽しみますね、うん、今回はリクエストはなしでとにかくお好きな曲を楽しんでもらいたい、うん、それがこっちに伝わりますから、はい、PS 金尾さんにとしみさん、はい、来週のライブも魂こもった最高のライブになりそうですね、うん、バリバリかましちゃり合いなんでこれかましちゃり合い、うん、来週のライブって僕はあるんですか。ありますよ。3月6日赤坂フラットンカンティーナね。そう、これはバンドでやりますね、もうすぐです。ごぼう鈴木さんドラム、7時半、浅田武史くん、誠さんは分かんない。ベースだね。うん、ベース浅田さん。あ、ね、誠さんはね、微妙だね、あのちょっとおそらく難しいかもしれないんで。いやでも今日明日退院だもんね。大丈夫じゃない。いやいや、まあダメだ。お楽しみということで。ウォッカのね。ああ、たけし君が助っ人で入るかもしれないね。それは、うん、いや、誠さんちょっと無理しない方がいい。ゆっくりしていた方がいい。6日だって、6日って、傷口開くよ。そう。6日ってだってもう明日、明後日、幸せで終わってる。もし、あの、大丈夫彼ダメだったら、あの、俺やってますから。ね、ギターはたくさんね、すごいですね、なんかね、うんうん、それで、7時半からね、そうですね、7時半からフラットカンティーナ、まあ、浅田君と、浅田君っていうのは、まあ、シナンドロケッツとか ARB とかね、うん、いろいろやってた、で、ごぼうさんもその、うんうん、まあね、ずっとキャリア長いんだけども、なぎら健一さんとかもね、いろいろ今やられてて。うん、なんかね、その割とね、2人のタイミングがすごくね、最近あってね、うん、一緒にね、やるとね、すごい楽しいんですよ。いいと思う。うん、そういうね、うん、またほら、畑違いかもしれないですけども、今のタイミングってあるじゃないですか。うん、もう浅田君もずっともうね、もう、エイトの早野ばっかりやってたのもう疲れないよ、お前。疲れろとか言ってもう、だいぶそうですね、とか言って。かっこいいよね。いや、でもね。多分ね、二人とも、その、例えば、よっちゃんの歌に向かって弾いてるから、叩いてるから、多分、ガッといいもんなる。なんかね、うん、やっぱバンドって続けてたらね、なんか割とね、そういう感じになりますよね。うんうん、みんなそれぞれ、すごく達者な方なんですけども、うんうんうん、やっぱり続けてるとね、すごいいい感じ。これ、赤坂フラットンカンティーナ、ぜひね、お越しいただきたいと思います。3月6日ですね、7時半から。新宿からやります。新宿でライブ間に合う間に合うみんな来てるみんな集まったら音楽魂ライブになるね、それこそ結構広いお店だもんね。まあね、うん、楽しみにしておりますけどもですね、ね、ということで、ミキさんリクエストはありませんでしたか。今日はないです、ね、楽しい。今日はじゃあお好きな曲を楽しんでもらいたい。だらだらとです。やりますか、だらだらと。今さっき娘の歌ちょっと歌いますけど、父親の歌を歌っていいですかね。あ、これ結構ね、もういろんな方が歌っていただけててね、いや有名、うん、特にね、最近さ、毎週金曜日に須賀川の方で、まあ、前からライブを、毎週ライブをやってて、金曜日ライブっていうのを須賀川のプカプカでやってるんだけども、先週もなんか僕のダイナマイトとか、うん、いろんな人がね歌ってくれててね、知らないうちに
もうそれぞれいろんな方がね、歌っていただけるんですよ。でもありがたいよね。今度行ったらみんな歌ってる人来るよね。そうよ。うん、誰も来なかったりだ。いつ行くの？いや、あ、まあね、ちょっとぜひね、また近々。こうやって呼びかけといて。そう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 。そうそう、そういうの、ね、多分この曲だと思うんですけど、うん、今年ね、うん、アミタメ結成20年になるんですけど、うん、いつの間にか。おめでとうございます。いえいえいえ。で、うん、もうようやくセカンド CD を制作しようという話になって、うんうん、この曲を。うん、入れさせていただきたいんですが。マジで？マジ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 。いやー、ここで言っちゃえば断れないんじゃないかなと思って。ダメです。マジですか？全然嬉しいですけど。まあ、本当ですか？いやいやいや、ぜひぜひ。本当ですか？入れたいなと思います。嬉しいね。またね、編み溜めがうまいからさ、歌いづらいの、俺はもう。何言ってんの？風が。いやいやいや。じゃあ、風の中で立てっていうね、父親の思い出の歌を歌わせていただきましょう。さこの街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。ときめきはいつでも束の間に消えるもの。悲しみはいつしか出会いはいつでも偶然で掴むことすらできなくて俺の体をすり抜けた。Yeah.
ても星の空に前命が儚いから風の中で立て道が険しくても ときめきはいつでもの間に消えるもの悲しみはいつしか通り過ぎるもの吉野風の中で盾をお届けいたしました。お昼の名曲アワーでございました。楽しみだね。でもねその CD に出てもらえるのね。まだ OK いただいてないの、ね、大丈夫じゃないということでですね、早いな。もうあっという間にね過ぎ去ってしまいますけども、今日タメさんちょっと一曲なんかやりましょう。私ですか、うん、なんか日本語にしようか。じゃあおいいじゃないですか、ね、日本語で、日本語でいいです。これあいいです。ギターなんかちょっと鳴ってればいい。いやいや。大丈夫。これボーカルにしてください。この4本マイクね、これ曲がりますから。ありがとうございます。あ、なんかあれですね、記者会見みたいですね。いやいやいや。まあ、こういうね4本のマイクをね駆使しながら、ね、やらせていただいてますけど。G。私はやっておりません。はい。じゃあいつも歌うんですけど、はい、この曲も今度入れようかなと思ってる。あ、なるほど。ちょっとラッキーオールドさんっていうお父ちゃんの曲です。あ、いいですね。いきましょうこれ、はい、適当に回ってきてください。まだ風の中で吹けるんだって風の中縦からなってるな。戻った。朝っぱらから仕事に出かけ、悪魔のように金儲けなのに一日中ゴロンゴロンと、お空じゃお天道さん、女房と争い死ぬまで汗まみれなのに一日中ゴロンゴロンと、お空じゃお天道さん、上の方からじゃ見えないのかな、俺の涙なんて
ありがとうございます。Thank you。 いや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 、素晴らしいですね。やっぱりね、声がいいね。もう気持ちがいい声だね。なんかスカーンとしてね。スカーンとしてね。スカーンとしてね。お昼間からどうもすみません。いい、素晴らしいですよね。これもともとあれですか、あの久保田さんとか、うん、日本語で始めたのは久保田誠と夕焼け楽団。あ、そうそう、夕焼け楽団でね。あの人たちが最初にやりました、ね。そうですよね。日本語ね。うん。まあ、元は昔の古い、まあ、あのカントリーウエスタンの、ウエスタン歌手の曲ですけどね。そうね。だから昔なんかすごい懐かしく思い出しますよね、これね。でも、久保さんもなんか独特ななんか日本語の節回しなんだけども、タメちゃんのがいいよね。いや久保さん叱られたりなんかした。ラッキーオールドさん。ラッキーオールドさん。ラッキーオールドさん。っていう曲です。でも、素晴らしい。この歌詞がまたね。うん。ほんと直訳なんですけど、うん、だから世界中男の人は一生懸命働いて同じようなことを思ってるということですよね。男が働かない国もあるんだよね。あるね。ね、女性がすごい一生懸命働いてね。そういう曲、でも、だとダメだな、ほら。うん、だからこういう曲ってね、なんかグッとくるよう、ね、な歌詞がね。そういう、なんか。私、西麻布でちょっと弾き語りを、バーで弾き語りしてて。え、そうなんだ、うん。そういうことがあってね。そういうこともあったもん。その時にこれを歌ったら、うん、カウンターの前に座ってたあのサラリーマンのお父さんが突っ伏して泣いちゃったっていう、うんうん、本当、うん、そう泣けると思う、ね、厳しかったんだろうな、うんうん、だからなんかびっくりしましたけど、今でもなんか全然こう時代を感じないというかね、なんか普遍的な内容でしょうね。そうそうそう、うん、だからそういう普遍的な歌っていうのがいいですよね。なんか時代流行とかにあんまり左右されないじゃないですか。そういう歌がいっぱいあるじゃないですか。僕でしょ、僕ただ古いだけですよ。いや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 ということでね、うん、もう最後になりましょうか、なんかこう不良中年が集まったらどうでしょう。あのこんだけ不良中年がみんなで、うん、あ、もうちょっと今日はあれしましたね。流れ的に新曲はまた今度ね。うん、またね、あのちょっとやりたいんだけども、この30日やりましょうよ。オッケー。あの、はい、ちょっとやりたい曲が新曲やろうかなとか思ってたんだけど、あの楽しくやりましょうか。うん、巻きでっていうことになりましたから、ね。不良中年のすすめはもう、はい、行きますか。あの大ちゃんも一緒に参加していただいて、ね、いいですか。木はいいですね。何それ。あ、 A です、 A です。やばいな、もう1、2、3、4。生まれても蹴られても負けないぜ。叩かれた分だけ強くなれるのさ。嫌われても逃げられても俺はめげないぜ。売られた分だけ強くなれるのさ。叩かれた分だけ強くなれるのさ。夢の中へ。
私を連れてって、そんな気持ちまるで初めてさ、あっち向いてこっち向いてあなたに首だけ、そんな気持ちまるで初めてさ、自立しましょう、料理も作りましょう、会社に頼らず好きなことだけやりましょう、酔っ払って枝を巻いて眠って朝が来りゃ、ということでね、楽しく音楽魂を今日もね過ごすことができました。ブルースハープ、鈴木司さんありがとうございました。タメちゃんどうもありがとうございました。ありがとうございました。松下さん、渋谷さんありがとうございました。大ちゃんもどうもありがとうございました。動画の菊さんありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 お相手は加納吉郎でした。ハウリは菜の花が光を埋め尽くす、行き交う人の中に幻を見たんだ、後ろ姿優しいあの人は今はない。